ということで、こちら使徒さんの5周年ということで、自分もセッションとか行き始めて5周年ぐらいになるかな、800何十回ぐらい今行ってるんですけど、いつも昔ブルースセッションに初めて行った時に英語が歌えないんでどうしようかと思って、ギター弾くだけだと出番が少ないんで日本語を今みたいに勝手に自分で作って、直訳やっぱり全然関係なくて、始めたのがきっかけでした。じいちゃんがギター作る人で、パーツを買ってきてはこんな風にレスポールとストラトくっつけたりとかいろいろやってた人で、20本ぐらい亡くなった時に遺産相続したんですけど、その後自分でネットでオークションでいろいろ買って作ったりしてるのが好きで、結局今109本ぐらいのうちにあります。おバカですね。奥さんには怒られるんですけど、ね、一応奥さんがいます。優しく見守っていてね、これからの私を。
イーグルスライブバージョンで終わりました。分かる人がいる、嬉しいですね。という替え歌しかほとんど売り上がらないんですけど、いつもあのブルースセッションに行くと3コードで回すんですけど、歌謡曲とかいろいろな日本語の曲をブルースコード進行にして、メドレーで5曲ぐらいずらっと続けてやったりとかしてるんですけど、今日はやりません。YouTube で見てください。